覚えてる。ミツハ、ミツハ、ミツハ。名前は？お前は誰だ？俺はどうしてここに来た？あいつに会うために来た。助けるために来た。生きていて欲しかった。誰だ？誰に会いに来た？大事な人、忘れたくない人、忘れちゃいけない人、誰なんだ？名前は？あ、小田健だ。俺一人だったわ、そういえば。はい、ってことで茶番お付き合いありがとうございます。小田健です。ってことで今回も楽しいゲームを一緒にやっていこうぜ。よし。はい、ということでね、今回ね、君の名のね、神的なハイフワールドがあったんで、今回みんなと一緒に冒険していこうかなと思います。はい、早速ね、宮水のね、鳥居がね、見えた。俺ね、今ね、朝なんだけど撮ってんの。結構テンション上がってるよ。俺朝かなりテンション低いんだけど。はい、ということで早速回ってこっか。てか電線すごくね、これ。え、何のアイテム使ってんの？久々にマイクラやるとよくわかんなくなってんだけど。これ何、このアイテム。俺わかんねえわ、ここ。はい、早速あそこ行ってみよう。最初ね、全然前世が流れるとこなんで、鳥居のね、絵はそこだけ映したい。ここだよね、ここ。テレテレテレテテ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 テって始まるよね、これね。雲めっちゃ綺麗なんだけど。てかそろそろ夕方になっちゃうから、ちょっと昼にしよう。オッケー、これでいいかな。はい、これの方がね、テレテレテレテ。はい、ではね、この辺から見てこっか。僕ね、君の名は4回ぐらい見てるんですけど、なんかね、わかんないとこ多分多いと思うんだよね。素通りしちゃう可能性があるんで、そこのとこご了承ください。はい、あれはね、素通りできないね。あいつは完璧に素通りできないレベルに達してるからね。はい、あんなやついたかな。あ、落ちた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 。大丈夫大丈夫大丈夫。畑嵐だね、あいつは。ちょっと大家さんに言おう、畑のね。はい、この辺は何映ったっけ、こういう家とか。わかんないね、ここ誰かんちとかなのかな。お邪魔しまーす。はーい、あ、失礼しました。あ、ちょっと待って、分かったかも。これもしかして、もしかして、この形は、あ、違うか。あ、ちょっと待って、あれか。俺学校だと思ってたんだけど、区役所かな、これね。え、パパが働いてるとこじゃない？胸ぐら掴んじゃうとこね。え、これそうだよね、多分学校かな。いや違うよね、校庭ないもんね。区役所であってほしい。あれ、あったっけ、こんな建物。ちょっと待って、思い出せない。君の縄張りに思い出せない。どうしよう。この建物だけ思い出せない。なんだろうな、これ。わかる人いる？ちょっとコメントちょうだい。やべえ、まだ君の名は知識不足だな、これは。見る必要がある。秒速とかさ、ことの葉って俺めちゃくちゃ見てんの、超わかるんだけど、君の名はね、まだ4回しか見てないんで。あ、屋台出てる。やべえ、片割れん時のさ、お祭りか。ちょっと待って、夜にしてみようぜ、みんな。あ、やべえやべえ、屋台の明かりが消えちゃってる。屋台の、あ、停電した後か、これ。ひょっとして、うわ、待って待って、宮水の神社のこれ、ここであれだよね、口上酒やるとこだよね、三葉が。え、そうだよね。作り込みがすごいね、これ。やべ、テンション上がってきた、俺。テンション上がってきたよ。ちょっと待って、みんな、これひょっとしてなんだけど、今昼に戻そうと思ったんだけど、あ、やっぱそうだ、これ爆破したとこだよね。あ、そうだそうだ、ほら工場みたいになってるもん。爆破した跡がある。めっちゃ忠実に再現されてんじゃん。やっぱだからこう停電してるみたいな雰囲気を演出してんのかな、これ。ちょ、もう本当にね、これ作った人の本当神様だと思うわ。うん、水葉のね、口神酒飲んだ方がいい。お、ちょっと待って待って待って、これさ、あ、そうだそうだそうだ、あの鳥居の横に水葉の家があるんだよね。これだこれだ、宮水家だ、これ。ほら、この通り。ちょっと待てよ、みんな覚えてるか。ここでさ、なんかこう、四葉がさ、ここで、どこ行くのお姉ちゃんつってさ、三葉が、東京行ったからっていう場所だよね、これ。バカにしてないからね、俺。ね、俺めっちゃね、新海誠監督のね、映画好きだから。ね、そこのとこよろしくね。はい。ちょっとね、女性もののね、モノマネは全然できないんで。で、ここ入って、ここが門か。初めて入るんだけど。え、待って、宮水家広。めっちゃ広くない？めっちゃ広いんだけど、宮水家。え、こんな広いの？
あ、そっか、神社だから広くて当たり前なのか。部屋とかどこにあんの？あ、階段あんじゃん。上が部屋かこれ。あ、こっちは窓か。ちょ、上行ってみよう。ああ、階段めっちゃ駆け上っちゃった。ちょ待って、明かりつけよう。よし、今ね、グローストーンをねつけました。はい、ここ部屋。あー、広い。これ多分ね、あのおばあちゃんの寝室です。めっちゃ広いの、おばあちゃんの寝室。はい、待って。あれ、こっちないんだ。え、ってことは部屋内的な感じ。うわー、この通り綺麗。部屋今探してるんだけどさ、この通り綺麗だわ。これか、部屋これか。うん、多分これだな。きっとこれだ、そう信じよう、みんな。はい、こっちはもう何もないね。うん、なんか湖っていうか池がある。人工池だね、かっこいい。こんな池がある家にね住みたいですね。はい、みんな、俺もね最近知ったんだけど、確かタキ君がさ、今までの入れ替わりはこの日のためにあったのかもしれないみたいな感じでさ言ってた時あったじゃん。それでこの家に落ちるわけでしょ。でさ、おばあちゃんもなんか昔入れ替わってたって言ってたじゃん。だから宮水の家系はさ、ずっとこの糸守町を守れみたいな感じで誰かに指示されてたんだろうね。ほんとすごくない、君の名はね。考えれば考えるほどなんか奥が深い。また見たくなってきたわ俺。てか待って、アスレチックがあるんだけど、これほら、マイクラならではのアスレチックがある。行くよこれ、みんな。はい、なんでやったんだろう俺。うわー、基地がある。これ多分あれだよね、お父さんがここで選挙してる時だよね、演説してる時だよね、多分。そうだよね、これお父さん演説公園だよね、これ。こっち行こっか。あ、そうだ、やっぱ区役所近くにあるし、市役所か、多分そうだわ。あそこで演説してる人2人いるし。こっち何、こっち、え、何この道、めっちゃ綺麗。走ろうぜみんな、向こうに何があんのか。すげえ、稲刈り機じゃん。ちょっと待って、ちゃんと稲入ってる、稲入ってる、入ってない。入ってなかった、残念。みんなまだ収穫時期じゃなかったんだね。この道いいね。畑抜けたよ、畑抜けて、こっち道なりに行くとどこ行くの。あ、なんかあった、なんか建物があるよ。みんな、これ覚えてる、みんな。俺覚えてるよ。秒速でも出てきた、アイショップ。アイショップっていうコンビニですよ、皆さん。覚えてるこれ。俺、覚えてんだよね。てかね、これね、全く一緒なんだよ、これ。秒速と、君の名のこのコンビニ。本当に配置が全く一緒で。すげえ、よくできてる。ちゃんとベンチもあるね、ここで。はい。秒速見てる人ならね、わかるかもしんないんだけど、遠野くんがね、この辺でね、老眼かって言わんばかりにね、携帯を遠ざけてね、見てるんですよ。はい。びっくりするよ、これ。多分もうこれ聞いてね、秒速見てね、あ、このシーンだって思うから。そんな手伸ばして携帯見るみたいな感じのね、距離だからね。はい。で、このね、ポストのね、横から、かなえっていう女の子が、遠野くんをチラリズムします。はい。ここ重要です。はい。見てくださいね、皆さん。忠実に再現されてるね、アイショップ。いいね。ちなみにね、種ヶ島にねあるみたいですよ、あれ。はい、そんなね、僕のね秒速が好きっていう魂がね今ね宿ったところで、今階段登ってるんですけど、これ階段登ったらね、君の名のね、ちょっと待ってよ、空飛びたい、空飛びたい、現実世界でも空飛びたい。はい、学校です。綺麗な学校でしょ。あ、やべ、止まった、びっくりした。綺麗な学校でしょこれね。屋上は？あ、この屋上じゃないね。友達たちと、あのね、滝くんの友達たちと弁当食うみたいなね。あの友達優しくない？みんな。そう思わない？滝がさ、弁当を忘れた時さ、なんかメインディッシュをさ、くれたよね。超優しいと思ったんだけど、あれ。はい。あ、待って。みんな。これあれだよね。三葉とテッシーとさやかちゃんが、よくタムロしてるとこだよね。さっきのコンビニもね、その3人で通った場所なんですけど。うわ、そうだこれ。ほら、椅子がひっくり返ってる。ちゃんと再現されてんだ。俺ね、こういう細かいとこね、忠実に再現されてるとね、めっちゃね、感動すんだわ。やばいわ。この学校の中はどうなってんだろうね。見てみようぜ。はい。どんな感じで待ち受けてるんだ？はい。学校の中も多分おばあちゃんの寝室ですね、これは。湖めっちゃ綺麗なんだけど、これ。糸守の湖。糸守湖っていうのかな。糸守ってあれだよね。なんか、空想上の、なんだっけ、なんて言うんだっけ。やべ、
語彙力、語彙力。架空の地名。架空の地名なんだよね、糸守。はい、ということで皆さん、かなりすごい場所に来ましたよ。この景色、めっちゃ綺麗でしょ？糸守が一望できる場所に今来ております。行きますよ。すげえ。めっちゃ感動してる俺。すごくない？これ。よくできたよね、こんなの。山めっちゃ作ったじゃん。頑張ったじゃん。すごいじゃん。すげえ、めっちゃ綺麗。あそこだよね、口上酒あんの。うわー、綺麗。これ進んで、そう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 。これね、川あったよね。ここをね、渡るんですよ。この湖をパーンつって。こんな深かったっけ？絶対もう今、顔面まで濡れたよね。これかー。お、すげえ、木だ。木でこんな感動してる俺初めてだわ。はい。これ下に潜ればいいのかな？じゃあちょっとライト、ライト。OK。これいいのかな？おー。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。いいよ。これみんな、こっちがミツハの口上酒だよね。すげえよく再現されてんな。ここでね、滝がストーン行くんだよね。頭ゴーンっつって。はい。うわ、すごい、よくできてるね。うわ、めっちゃ綺麗これ。すげえ。超綺麗じゃん。はい、皆さん、ちょっとね、雨降らしてますぽくなるでしょ。ほら、滝だけでね、来る時だよね、雨降ってんの。綺麗、すげえ綺麗。超感動してる俺は。みんな思ってると思うけどさ、あのラーメン屋のおじちゃん超優しくないね。え、あそこのね、ラーメン食べたいです僕は。で、滝がこうやって来んだよね、ここに。綺麗だね。いいですねこれ。はい、ということで今回君の名のね、神的なハイフワールドを旅してきました。このね、動画がね、あとこの作者がすげえって思ったら高評価お願いいたします。本当にすごいね。もうこんな神ハイフワールドを配ってくださってありがとうございます。はい、ということでまたね、なんか面白そうなね、ハイフワールドあったら探検していきたいと思います。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。君の名はまた見よう。朝目が覚めるとなぜか泣いている時がある。見ていたはずの夢はいつも思い出せない。ただ何かが消えてしまったという感覚だけが目覚めてからも長く残る。ずっと何かを、誰かを探している。そういう気持ちに取り憑かれたのは多分あの日から。あの日、星が降った日、それはまるで、まるで夢の景色のように、ただひたすらに美しい眺めだった。